前部署の先輩から、明日お前のスマホを30分程度上司に貸して今から送る20枚の画像を見せろと言われ、私がスマホを操作して見せるのならば協力するが、自分のスマホを貸すのは抵抗がありますと伝えたところ、先輩から逆上され、私が断ったことで明日からお前は勤務先での立場はなくなると言われました。この先職場で上司に無視されたり対応を変えられたりしたらと思うと職場に行くのが怖いです。ひろゆきさんや元回しならこの状況を起こさないと思いますが、どうしたらひろゆきさんのような適切に写真なんかできますか。えっと、早めに辞めますね <laughs>。えっと、 まず、あなたの上司は頭がおかしいです。で、あの、頭もおかしいっていうので、証拠が他にもいろいろあるのであれば、あの、労働基準監督署に行ってっていうのがあるんですけど、多分あの、頭のおかしい人を相手にすると、あの、時間が取られるんですよね。なので、あの、今すぐやめた方がいいと思います。はい。<laughs> 早めにやめた方がそれだけ、あの、自分の人生の時間をその職場に取られるだけ無駄なんで。 あの、ダメな人とか頭のおかしな人を直そうとか解決しようとか相手にしようと思わない方がいいです。頭のおかしい人からさっさと逃げた方がいいです。